どうやってこの制度の狭間に落ちている人たちをですね、私たちがまあ共に生きていくのかっていうのが、まあ今回取材をしてみてね、あの分かったテーマだと思うんだけど、ちょっとまなみさんにもね、いろいろそのあたり、例えば彼女は法律を勉強してるんですけども、法律のことはちゃんと勉強してきてくれたと思うんですけど、まなみちゃん、ね、ちょっと法学をやってる学生としてそのあたり聞いてみたいなと思うんだけどね。話を振られるってことで、先に調べときましたけど、あんまり知識はないんですけど、何でしたっけ、こういうなんだ、ホームレスとかのに関わる問題じゃない、法律は、憲法の11条の基本的人権と13条の公共個人の尊重と公共の福祉、であと25条の生存権なんですけれども、これらを含めてというか見て自分が思ったことは、この就労支援施設でもこの受けれる人と受けれない人がいて、もう受けれない人の方が、なんだ、排除っていうか、そうで、まだできてない人の方が多いし、ホームレスも、このちゃんとした一定の生活をできていない人が多くて、このでしかも自分た私たちも、もうみんなをなんかのけてるじゃないけど、近づけないし、そう、近づきづらいっていうのもあったんですけど、これをなんかもっと近づきづらいね。なんかもうちょっとみんなが興味を持ってじゃないけど、もうこの一番無関心になるっていうのが怖いことで、無関心になったらもっとなんかもう今より なんだ良くなることもないだろうし、もっと悪化するかもしれないから、みんながもうちょっとなんか理解できるような、なんか作っていけたなというか、でそしてちょっと国とか県とかもうちょっとサポートをできるところはやって、なんか社会復帰に持っていけたらいいなって思います。自分も現場に行きたいんです。まあね、あの、私はまたね、あの講演とかも行ってですね、いろいろやってみたい。あの彼女がなんか全部一人で今まとめてくれましたけどもすみません。いやいや、それでよかったよ。あの実にあのそうなんですよね。社会的排除状態っていうのは結局無知から来ているんだよね、みんなね。もっと知るっていうことが、あの距離を、彼女がまさに今言ったけども、もっと距離を詰めるということだと思うんですよね。まさにそこの部分だと思う。あの知らないっていうことがやっぱり一番怖いし、それはあの自分たちの知らないところで人を殺していることになってしまうと思うんですよね。先生、あっという間のお時間なんですけど、そろそろ、一人一人最後に今日ね、感想で、感想ね、ちょっと皆さんに一言ずつ、今回のこのフィールドワークを通してですけど、そうですね、障害と病気というものはちょっと聞いたら負の面、負のイメージを持たれることが多いと思うんですけど、実際は心の病というものは多分その人が生きるためにする、生きるためのなんか防衛機能というか、そういうものなのかなと思います。なのでその人たちに対して何か手を差し伸べてあげられること、さっきあのプロミスキーパーズの話の時にも出てきたように、支援をすれば立ち上がってくれる人たちはたくさんいるので、それについてもっと皆さんも理解してほしいし、制度とかそういうものについて少しずつ改善してもらうといいのかなってちょっと思いました。じゃあ青くん、自分も障害を持っていて、いろいろ精神障害とかもあまり詳しくなかったので、今回を機にいろいろ施設とかを見学できてよかったと思います。彼はもう全部、あのフィードバック参加してますからね。ちょっとさっき勝手にまとめてしまったんですけど、よかった、全然それでいいですよ。今日はちょっと最初めっちゃ緊張してたんですけど、始まったらどうにか落ち着いて、この
なんかもっと知識を深めたいなって思います、うん、法律も学びつつ、うん、現場にも行って、うん、なんだろう、情報を、うん、情報を集めるっていうか、もっとか、うん、いろんな価値観に触れられたらいいなって思います、うん、はい、はい、ありがとうございます、はいはい、じゃあノブテイカーの、はい、2人からも、はいはい、一言ですね。今回私も一部に参加させていただいたんですけども、もっとさらに自分から積極的にそういった現場に関われる機会を作っていければいいかなと思いました。はい、はい、はい、ありがとうございます。私も一部だけ参加したんですけど、やっぱり自分が心理を学んでるだけあって、ちょっとかなり身近なテーマだなと思います。本当に無関心ってことが一番良くないことだと思うので、人事だと思わずに考えてほしいです。はい、はい、あとかすみさん、はい、かすみさん、はい、最後、はい、かすみが最後、かすみさん、はい、はい、かすみちゃん、はい、はい、はい自分も精神障害のこととかを主に勉強してたりしたので、今回フィールドワークとかは参加しなかったんですけど、改めてなんか差別とかも、うんうん、なんて言えばいいんだろう、うんうん、差別とかしない世界を作るためにはどうすればいいのかとか考えるきっかけとなりました。ありがとうございました。はい、ありがとうございました。最後先生。はい。実にね、難しいテーマだったんです。学生はチャレンジしてくれてですね、表現とかもね、今日難しかったですよね、皆さんね。だから配慮っていうのかね、いろいろ自分たちの精一杯の思いをですね、伝えようとは思ったんですけども、なかなか表現とかもね、今日うまくできなかったかもわかんないですけども、まあ、よく、みんなも頑張ったですね。まあ、これからもいろんな現場に入っててですね、今日まさに最後まなみさんが言ってくれたように、知らないことを知るに変えていくことがいろいろな理解をまあ深めていく、こういうことだと思うんですね。まあ、頑張っていきたいと思います。はい、はい、ありがとうございました。はい、はい、それでは、1時間お届けしてまいりました、沖国初ソーシャルラジオ、皆さんいかがでしたでしょうか。来月はまたね、1回第4金曜日に行われるということですので、皆さんお楽しみに。そして、来月のテーマだけ先生、ちょっと時間的にないので、はい、はいはい、そうですね、はい、ちょっとじゃあ担当の翔くんから。はい、はい、今回はの字幕テイクということで担当させていただきましたが、来月は私がプロジェクトリーダーとなって戦争と震災の PTSD を考えることをテーマに、はい、うん、今プロジェクトを進めていますので、そのことについてまたラジオでまとめていけたらいいなと思っています。はい、ありがとうございました。今日は皆さんありがとうございました。そして来月の金曜日また会いましょう。それではさようなら。はい、はい